ピーター・グールドはアメリカ合衆国のテレビの脚本家、監督、プロデューサーである。a m c のブレイキングバット全シーズンに参加しており、全米脚本家組合賞に4度ノミネートされた。2015年からはブレイキングバットのスピンオフ、ベター、コールソウルに参加している。ニューヨークで生まれる。1982年にサラ・ローレンス大学で英語の BA。 を取得し、卒業する。1990年には南カリフォルニア大学で MFA を取得し卒業する。2008年にブレイキングバッドの第一シーズンに脚本スタッフの一人として参加し、ストーリーエディターを務める。第一シーズンでは第7話犯罪の境界線を執筆した。第一シーズンの脚本家たちは全米脚本家組合賞の新シリーズ賞に、 ノミネートされた。グールドは第2シーズンではエグゼクティブストーリーエディターに昇格する。第2シーズンでは第3話脱出の代償と第8話ソウルに電話しようの脚本を執筆した。第2シーズンの脚本スタッフは第62回全米脚本革未愛賞でドラマシリーズ賞にノミネートされた。第3シーズンではプロデューサーに昇格し、 第2話、名もなき男や、第9話、不条理な世界を執筆した。第4シーズンからは、スーパーバイジングプロデューサーに昇格した。2015年からは、ブライキングバットのスピンオフ、ベター、コールソウルで、ビンス・ギリガンと共にショーランナーと脚本家を務めている。2月8日に始まった、この番組は、ケーブルテレビとしては、史上最高の初回視聴者数を記録した。 また、第1シーズン第1話、駆け出しをギリガンと共同執筆したことにより、全米脚本家組合賞テレビ賞を受賞した。脚本その他、ありがとうございます。